ブルカングループ、バルカンカップリングズ、バルカンドライブ、テックとバルカンロークリングの3つの事業部門からなるドイツの会社。その製品はカップリング、シフトクラッチ、男性マウント、および冷媒配管用の接続部品がある。所有者が管理する企業グループはルール地方のヘルネに本社を置いています。現在、同社は51カ国以上で事業を展開しており、 世界中に十9の子会社、50の代理店、5つの生産施設がある。ハクホースホールディング GMBH&CO、KG は2008年から子会社の管理会社です。1918年の第一次世界大戦の終わりに、ハインリヒベーレンド社が買収され、会社はドルトムンダーブルカン AG に改名されました。カップリングは、圧縁機、クレーン、船、機関車、 プレス、ウィンチなど、あらゆる種類のトランスミッションに使用されています。オットーヒジミンによって設計された逆転歯車は、船舶用歯車の製造に、新しい時代をもたらしました。機械工場ファクホース &CEO、9番イコールアイクルでは、1941年に、ブルカン車の生産を引き継ぎました。第二次世界大戦は、両者の成功した、 発展の最初のショーを終わらせました。1945年、ドイツの現在の本社であるヒルストラッサの敷地で再建が始まりました。会社の新時代は1951年にボールダマール・ザダウとのライセンス契約で始まりました。同社は、高弾性カップリングの製造を及び世界中で販売する独占的権利を取得しました。特許出願中のこのバルカン、 E.G. ーーカップリングの生産を開始しました。1956年にベルンハルトハクォースが会社を買収しました。本社はドルトムントからバイイコールアイクルに正式に移転しました。ディーゼルエンジン分野の進歩に合わせて 220KNM のトルクまでフレキシブルカップリングの範囲がさらに開発されました。1967年 同社はこれまでに製造された中で最大のフレキシブルカップリングを製造しました。1970年代以降、数多くの子会社が設立されました。個人事業主として運営されていた同社は、有限責任会社に転換され、バルカンクプラングス、ウント・ゲッタリー・ベボー・ベルンハルト・ハクフォース、GMBH&CO、KG という名前で取引されました。 1978年には多様化が始まりました。バルカン・ロークリング・ローバー・ベンドンガン、GMBH&CO、KG が設立されました。1977年10月、ベルン・ハルト・ハクホースは、バルカン・グループの新会社の管理に専念するために、バルカン・クプラングス・アンジャトリー・ベボーの唯一の管理を、息子のベルンとハクホースに引き継ぎました。バルカン・グループの事業は、 グローバルな製品範囲を調和させ、マーケティング戦略を最適化するために、2008年に次の3つの事業部門に分割されました。バルカンカップリングズ、バルカンドライブテック、バルカンロークリング。2011年から第4世代が責任を引き継ぎます。セバスチャン・ハクフォースがマネージングディレクターになります。バルカンは2015年にヘルネの本社に新会社の 本社を開設しました。バルカンカップリングズは、白用および発電機アプリケーションを担当する部門です。その製品の中には、白用用途および定常発電設備用途の、高弾性カップリング、ダンパー、マウント、シャフトがあります。この部門は、推進システムのねじり振動解析、システムのスタートアップ、保守、および現場検査等のフィールドサービスなどのサービスも、 提供しています。バルカンカップリングズは、ブルカングループで最も強い営業活動を行っている事業セグメントです。ディーゼルメカニック、またはディーゼル電気駆動を備えた船は、高断性カップリングを使用する傾向があり、複合シャフト断性マウント、クラッチ、騒音および振動低減サービスも提供します。同社はまた、システムインテグレーターとして、 カスタムソリューションを提供する、いわゆるバルカンハイブリッドアーキテクトプロジェクトで、ハイブリッドドライブの統合推進システムのエンジニアリング開発を行っています。これらの製品を搭載する船の例としては、米海軍のスピアヘッド救援西洋高速、輸送艦や独立救援艦海域戦闘艦、稲イ池イ南艦救援春節船、エスペランサデルマール病院船、 ベクトラ3000クラスタグボート用の複合シャフト、タグボートヘーラクレース、有ア明アフプソ用のカップリング、パイオニアスピリットパイオニアリングスピリット用のカップリング、または U2020 プログラムの E、フェリープロジェクト用の高弾性カップリング。陸上用途の中には固定発電所、コンテナ及び非常用発電機、原子力発電所があります。主な製品は フレキシブルマウントエンジンであり、固定マウントエンジンには、システムの要件に応じて、ラト DG、ラト S、ラト R、およびバルカーデン、G カップリングを使用できます。インダストリアルドライブソリューション部門は、バルカンドライブテックであり、フレキシブルカップリング、リジットカップリング、インダストリアルクラッチとブレーキ、シャフトシステム、バックストップ、およびインダストリアルアプリケーション用の男性マウントを、 製造しています。これらの製品は次の主要分野で使用されています。バルカンロークリング部門は冷媒ラインの配管を接続する特許技術を持っています。これらのタイプのユニオンはロー付けフリーで取り外し不可能なチューブジョイントで構成されています。これは産業用冷凍及び空調、冷凍機器及び自動車の空調に使用されます。この技術は スペースシャトルに搭載するために NASA によって発明され、特許は後で民間のアプリケーションで使用するために購入されました。ありがとうございます。